科学防護服とは一般的に有毒気体や病原体となるウイルスといったものの付着や吸引を防ぐための保護を目的とする特殊な皮膚である。これらは人体に害をなす危険な液体や気体、粉末などの個体が人体に付着したり吸引するのを防ぐために着用される。写真に示される溶圧式化学防護服では 内部の圧力を外気圧より高く維持することでそれらの侵入を防いでいる。それ以外にも浸透性のない素材を使った気用圧式の化学防護服では腐食性の液体など有害物質の接触を遮断するものが存在する。簡易なものではつなぎのように手足は別の手袋などで顔は呼吸用のマスクで覆われるものも見られる。有毒な機体に関しては 自然発生的な火山ガスのほか、化学兵器のようなものが挙げられる。自衛隊の化学科部隊、警察の NBC テロ対応専門部隊や、機動隊化学防護隊、消防の化学機動中隊や、特別高度救助隊、消防救助機動部隊などの救助隊に配備されているほか、各種有害物質を扱う産業現場でも用いられている。また、化学とはついているが前述の通り、 危険な微生物やそれらへの感染者を扱う医療や研究分野での利用も見られる。なおこれらの着用をした場合、この衣類の外部表面が有毒物質に暴露ため汚染される。これを脱ぐ際に外部に付着した汚染物質に触れてしまっては元も子もないため、脱衣の際にはシャワーを浴びるなどして除染してから脱ぐ。対応する汚染の種類によっては使い捨てにされることもあり。 その場合は脱いだ衣類は汚染廃棄物として処理される。なお、化学防護服を含む個人用防護具には防護レベルが設定されている。その設定方法には、米国式と欧州式がある。日本では米国式が用いられることが多い。アメリカでは戦略備蓄物資とされているが、2019、新型コロナウイルスの感染拡大の局面では、病院などで 感染防止用に個人用防護具が大量に使われたため、不定状態となった。各州は、独自調達に追いやられたため調達価格が、冒頭、1000%の値上げとなった資材も見られた。個人用防護具を着る2、マスクを着用3、ゴーグル、フェイスシールドを着用4、手袋、グローブこのほか帽子、シューカバーなど個人用防護具は、医療現場において、 病原体から守るための装備。すべての防護具は、湿性生態物質による汚染から医療従事者を守り、また、無菌的な処置が必要な場合、その患者やも、不着脱には、各医療機関等の条件により最適な方法があり、訓練が必要とされている。防護医米国一家機械学会による液体防御性能基準が、レベル1から4で設定されている。 大量の血液や微生物汚染が想定される場合は、レベル2以上のガウンの使用が進められる。単回使用が望ましく、長袖で袖口のしまったものが推奨される。手袋経済的観点などから、ラテックスゴム製が使われてきたが、アレルギーに配慮するため、ニトリルゴム製も使用されている。プラスチック製もあるが、伸縮性が悪く装着感が悪い。 AST m インターナショナルによる AST m 規格と日本工業規格により規定されている。手袋の着用は手洗いの代用にはならない。マスク席をしている人から呼吸器由来の感染性、分泌物が飛散されるのを防ぐためにも使われる。サージカルマスクは直径5メートルまでの粒子を除去でき、結核菌やマシンウイルスなど直径5メートル以下の 飛沫核による空気感染が懸念される。感染症は N95 マスクが必要となる。ゴーグルフェイスシールドし生成体物質のしぶきが飛散する場合、曝露から結膜を防護するために用いる。キャップ、集荷バーレベル A 呼吸具としては、供給式のもの、または早期マスクを使用する。スーツの被覆範囲は、呼吸具を含めた全身となる。 レベル B 呼吸具としては、供給式のものを使用する。ただし、呼吸具はスーツから露出していても良い。レベル C 呼吸具としては、供給式以外のガスマスクを使用する。酸素欠乏環境には適さない。レベル D 化学物質から保護しないため、化学物質と接触する、可能性がない状況でのみ使用できる。体薬品製の履物とつなぎの服で、 ほとんどの消防士出動時の装備は、レベル D とみなされる。欧州標準化委員会の規範により、タイプ1から6がある。タイプ1液体と気体の化学物質から防護。米国式レベル A とほぼ同等。タイプ2液体と気体の化学物質から防護し、引き密性。米国式レベル B とほぼ同等。タイプ3限られた時間、液体化学物質から、保護。 ジェット噴出する液体から防護。タイプ4限られた時間、液体化学物質から保護。液体飽和から防護。米国式レベル C とほぼ同等。タイプ5限られた時間、空中の乾燥を微粒子から保護。タイプ6液体化学物質の軽いスプレー状、または液体から保護。米国式レベル D とほぼ同等。ありがとうございます。